ようこそいらっしゃいました。個人税の非空挺乗り VTuber、ゼンマイ蒸気です。スチームパンクは好きかい？俺は好きだよ。この動画シリーズでは、商業から同人までいろいろな TRPG を紹介していきます。今回紹介するタイトルは、ガラコと破壊の塔です。正式名称は、メカとダンジョンと惑星探索の RPG、ガラコと破壊の塔ですね。今回いろんな TRPG を遊んでいたりコレクションしている方はご存知のタイトルかもしれません。このルールブックは同人システムなんですが、制作したロンメルゲームズというサークルは同人 TRPG サークルの中では有名な方だと思います。ガラコよりもデッドラインヒーローズの方が有名かもしれないんですが、俺がロンメルゲームズに出会ったのはガラコだったんですよ。それまでおぼろげに感じていた俺の TRPG 道というのか、プレイに対する信念みたいなものをより具体的に示してくれたシステムだったので、個人的に思い出のシステムなんです。本当に遅ればせながら電子書籍版がいつの間にか出ていたことに気づいたので、これは紹介せねばと奮い立って今回の動画になりました。この動画シリーズはどんなに素晴らしいシステムだったとしても、今は手に入らないシステムというものは紹介しないつもりなので、動画制作者としても一 TRPG プレイヤーとしても電子版を出してくれるのは本当に嬉しいです。また今回こんなコッパ VTuber にルールブックに載っているイラストの使用を快く許可してくださったブラフマン様、それからイラストレーターの吉田徹様、誠にありがとうございます。では本題に入りましょう。まずはガラコと破壊の塔の世界観から紹介していきます。舞台はノルバ17という惑星、かつて地球の植民地として開発された惑星ですが、双方向ワープゲートが破壊されて以来、地球からも見放された陸の孤島ならぬ宇宙の孤島です。劣悪な環境、限られた資源、そんな状況の中で人々は生きていかざるを得ませんでした。必然開発途中で放置されたものや壊れて修理のめどが立たない施設などを探索し、貴重なパーツを持ち帰るという需要と職業が生まれます。しかし天外都市と呼ばれる居住地の外は地獄の様相を呈していました。開発途中で惑星自体が放置されたことで、スノーフェルと呼ばれるガスが噴き出す惑星環境、そしてそれにより変異してしまった原生生物や他惑星から持ち込まれて違法投棄され、そのまま繁殖してしまった生物が跋扈するからです。最初のうちこの惑星に取り残された人々はガラコという作業用のパワードスーツを用いて対処していたのですが、もちろんそれでは間に合いません。紛争地にフォークリフトで向かうようなものですからね。そこで人々はガラコを拡張していきます。必要は発明の母ですね。今ではガラコの全高は4メートル、総重量は8トンほどとなり、スーツというよりもビークル、乗り物に近いものになりました。拡張改造が繰り返されていく中で、ガラコは一つの特徴を得ます。それはパーツの乾燥という設計、つまり必要や趣味に応じて腕や足を交換することができるようになりました。そりゃ機械なんだからパーツの交換はできるだろうと考える方もいるとは思いますが、ガラコは特になんです。熟練のガラコ乗りであれば一つのパーツの交換に1秒かからないほどだそうです。少し話がそれますが、変形したり合体したりする戦闘用ロボットは現実的にはありえないそうです。もちろんロマンはありますし、ミノフスキー粒子やゲッター戦などこちらの世界にはない何かが存在する作中世界では、もしかしたらそれが一番合理的なのかもしれませんが、この現実世界では変形や合体後の形で固定して作る方が強度が高くなるため、ああいう風には作らないだろうと。要するにそういう機構を用いるにはそれだけの理由があるということです。ガラコもなぜ乾燥することを前提になっていったのかについて
ちゃんと理由がありますので口述します。次にタイトルにもある破壊の塔についてお話しします。ある時天外都市の外に出た調査隊の一団が巨大な塔を発見します。中に入った調査隊を待ち受けていたのは人類が開発したはずのマシーンであるガラコでした。無人機のガラコは銃を調査隊へ向け戦闘になりました。無人機をすべて倒し最上階へたどり着いた調査隊が目撃したものは一回り大きな無人機がやはり無人機のガラコを量産している光景でした。まるで巣を作る女王アリのように。結論を言えばこの塔はかつてノルバ17を開発していた時に建てられたテラフォーミングタワーであり、無人機の群れはその施設の防衛や保守管理を行うためのものでした。それ自体は問題ありません。人が住めない星を人が住めるようにする作業を自動化しただけのものです。しかし一つだけ誤算ミスがありました。それはこの塔の経年劣化が一定の度合いを超えた際は新しく塔を建設するように設計されていたこと、そしてその候補地に人が住んでいるかどうかを考慮する設定がなされていなかったこと。当時どんな人間がどんな考えでプログラムを行ったのかは分かりません。ミスなのか故意なのかも分かりません。重要なのはテラフォーミングタワーの候補地は人間にとっても住みやすい土地であり、当然すでに都市が存在していたこと、そして無人機たちは邪魔な都市と人間を排除して塔を建てようとすることです。つまり人類は最悪な環境の孤独な惑星で無人機と土地の奪い合いをすることになったのです。いくつもの都市が破壊され、そこに住んでいた住民も虐殺され、新たに塔が築かれました。やがて調査隊は気候隊へと名前を変えて抵抗を始めますが、はっきり言って人手が足りませんでした。救援は来ない、戦わなければ死んでしまう、こうなればもうなりふり構っていられません。そこでルールブックの裏表紙にもあるこの募集をかけました。前歴不問、保険加入不可、高給、致死率高しと。この募集は意外にも多くの人が集まりました。その多くは犯罪者や入植者の末裔など社会的地位が確かではない人たちでしたし、腕前の方もピンキリでしたが、それでもガラコに乗って破壊の塔へと向かいます。この時よりルーターと呼ばれる職業が生まれ、プレイヤーもこのルーターとなって破壊の塔へ挑むことになるのです。さて世界観の次は種族紹介とシステム面の紹介をしていきます。改めましてイラストの使用許可をくださりありがとうございました。では種族から。ピグマー族、宇宙海賊の末裔で現在では一番数の多い種族です。平均身長が150センチ程度なことを除けばほぼ地球人そのままの見た目です。平均的な能力値ですが、個性というスキルのようなものの大部分がランダムに決まるため、遊ぶたびに違ったプレイ感覚を味わえるでしょう。各個体はテキサスやローマなど地球の地名から名付けられることが多いようです。エレメント族、かつての惑星管理階級の末裔で今でも支配階級の多くはエレメント族です。いわゆる貴族ですね。超能力が得意で使いやすく強力なスキルを確定で習得できます。名前は地球で信仰されていた神々や英雄から取られているようです。ノーマッド族、開拓初期に入植した民の末裔で遊牧民に近いイメージかもしれません。毒無効と生存術の個性を確定で持っており、世界観的にも都市同士の交易を担っているようです。音楽に関係した命名規則を持ち、スリラーや三味線などの名前が使われます。ラット族、肉体改造によって人類に近い知性と身体的構造を得た哺乳類です。
種族値の合計が最も高いんですが、技術値が最低で、かなり偏ったステータスを持ちます。個性、種族値ともにかなり脳筋寄りですね。地球でペットにつけるような名前を子供につけることが多いんですが、その理由がかつての恩と屈辱を忘れないためにというものだそうです。ブレイン族、脳以外の肉体を捨てた科学者たちで不死者とも呼ばれます。そのため一族や種族というよりも個体の総称ですね。カプセルに入った脳が本体であり、活動のためにはガラコのパーツとは別のアイテムとしてサイボーグボディが必要になる変わった種族です。薬品やタバコ、酒、薬草などの名前を借りて名乗ることが多いようです。テンタクル人、地球に起源を持たない知的生命体、要するに宇宙人です。見た目も分かりやすい宇宙人してますね。人類に強い関心を持っており、思考パターンも人類のそれを模倣しています。そのためなのか、なかなか金にがめつい性格をしているそうです。本名はあるようですが、発音の難しさから地球人相手には食べ物の名前を使います。以上が種族紹介です。他のシステムでは種族に加えて職業などを選ぶことも多いんですが、このシステムではプレイヤーはルーターで固定されているので、選択するのは種族のみとなっています。ただルーターが乗るガラコの拡張性が高いので、そちらが代わりになっている感じですね。ではそれも含めてシステム面の紹介に移ります。世界観でもお話しした通り、プレイヤーの目的は破壊の塔の制圧です。そのため基本的にはダンジョンアタック、もっと言えば戦闘がメインコンテンツの TRPG です。情報 A を追ってフラグを立てて情報 B を手に入れるというような、いわゆる探索パートはありません。情報というデータはありますが、それも情報屋にお金を払って購入するという分かりやすく手っ取り早いものです。そういった情報やアイテムの購入を済ませたら、いざ破壊の塔へという流れになっています。まとめると、細かいことはいいからガラコに乗って戦ってこい、多分死ぬが生きて帰れば素晴らしい報酬が待ってるぞという分かりやすい構造ということですね。ではでは、このシステムの肝心要、ガラコの紹介を始めましょう。ガラコはコックピット、フレーム、エンジン、ドローンコア、それからアームとレッグが2つずつ、加えてオプションパーツと武器で構成されるマシンです。各部位には複数種類のパーツがあり、その中で組み合わせて自分だけのガラコを組み上げます。もちろんパーツごとに性能が違うんですが、当然高性能なものは高い。その中で何を優先してガラコを組むのか、操作性、視認性、機動性、重量にオプション用のスロットの数、考えることはたくさんあります。 TRPG は選択肢にない選択を選んでこそと考える方もいますし、俺もまあまあそう思いはするんですが、こういう限られた選択肢の中で自分の色を出していく部分が一番楽しかったりするんですよね。さて、そうして頭を悩ませて作ったガラコなんですが、なんと故障します。この故障というのがまた面白くて、戦闘中敵の攻撃によって部位が壊れることがあります。この故障というのも小破、中破、大破の3段階があり、それぞれの故障の中でも異なる内容で複数存在します。当然壊れるのは塔の中ということになるんですが、そんな危険地域でまともに修理などできません。そこで世界観の項目でお話ししたガラコがなぜ乾燥することを前提になっていったのかの理由につながります。塔の中に現れる敵は無人のガラコであり、異形のモンスターなどではありません。つまりパーツなどは流用できるんですね。壊れたパーツを外して予備として持ち込んだり、
敵から奪ったパーツなどを代わりにしたりという戦術のためなんです。耐久力を犠牲にしているかは分かりませんが、メカニックや大掛かりな設備がなくても現地でパーツを取り替えられるというメリットを優先しているわけです。それとミッションの制限時間というものは当然存在するんですが、それはかなり大きな括りでの管理であり、プレイヤーたちは破壊の塔から撤退するという選択肢が常にあります。これは地味ですが非常に面白いんですよ。というのも、一度ダンジョンアタックを始めたら引き返すという選択肢が実質存在しないシステムは多いんですが、ガラコはパーツが消耗品、武器も使用回数が決まっており、リロードするより武器自体を捨てて新しい武器を取り出した方が早いというガラコとシステムの設計上、実質消耗品。パーツごとの重量制限もあるため、大量の物資でゴリ押すこともできません。そして撤退も可能となるととても泥臭くなるんですね。ただそれがいい、これがいい。まだまだガラコというマシーンについて話したい気持ちはあるんですが、こういうものは実際にデータを眺めてこその面白さだと思うので、興味を惹かれた方はぜひルールブックを手に取ってみてください。次はこのシステムの売りと鹿についてお話しします。売りと鹿の項目です。いつもあるやつです。このシステムのいいところと悪いところとまではいかなくても、注意点やこういう人にはおすすめできないかもなって部分についてお話しします。まずは鹿から、悪い方からです。ガラコというマシーンの拡張性やパーツを選んで自分だけの1台を組み上げるロマンはお話しした通りなんですが、正直処理が重いです。管理すべきデータがアナログゲームにしては多く、オンラインで遊ぶには相当の工夫が必要でしょう。オフラインで実際に顔を合わせてガラコと破壊の塔の経験をかなり積んでいる人同士ならなんとかというレベルです。実質的にオフライン専用システムと言ってもいいでしょう。逆にオフラインならそこまで苦労することはないかもしれません。 TRPG プレイヤーはよくやるんですが、1円玉や10円玉を多めに用意して、いろんな数値を視覚的に分かりやすく、かつ手で触りやすくすることで、インターフェースを介する分のややこしさが消えますからね。アナログゲームでいう処理の重さというものにも種類がありまして、単純にルールがややこしかったり、長文を全員が読まなければいけない時間が発生したりなどがあります。これらも処理が重いという表現になりますね。その点、ガラコと破壊の塔は数値の管理とインターフェースの手間です。これはオフラインで遊ぶと一気に楽になるものなんですよ。先に例として挙げたルールのややこしさや長文を読まなきゃいけないって重さはオフラインでもオンラインでもそう変わりません。なのでガラコの鹿として処理の重さを上げるかどうかは悩んだんですが、近年はオンラインセッションが主流になっているので注意点としてお話ししました。次に売りです。前の項目でもお話ししたことなんですが、命と物資とガラコをすり減らしながらクソ度胸だけで危険な塔を制圧する、これをとことん泥臭くやる世界観、そしてその設計そのもの、当然好みはあると思うんですが、こういうメカメカしい世界観が好きな人はこういうのも好きだと思います。俺は好きです。他の作品で例えるのは失礼なんですが、雰囲気はボトムズに近いものがあります。まあいろいろとあそこまでではないんですが、これはパクリだっていうことではなくて、スーパーロボット系とかリアルロボット系っていうジャンルやカテゴリー分けをすることがありますが、そういう意味でのボトムズ系なんだと思います。敵の銃火によって機体がいともたやすく故障する、コックピットを守る装甲は弾け飛び、
人の身にはあまりにも巨大で残酷な鉄の塊を肉眼で見せられる。機体の左腕は脱落し、パイロットの右腕が折れているためまともな操縦などできない。それでも操縦桿を歯で噛んででも動かせ、命があり意地があり弾薬がまだあるのならっていう雰囲気の本当の意味でのリアル系といいますか、現実的にまだ可能な範囲でのロボットだからこそ生まれるある種の生々しさ、そういった系譜の作品ということですね。おすすめです。それとこれはサプリメントの情報ではあるんですが、なんと死の十箇条というものが書かれています。ゲーム内で用いるデータではなく、ゲームマスターの心構えのお話です。これが本当に素晴らしくて、それ以前からなんとなく感じていたことをきれいに言語化してくれた俺にとっての聖典のようなものです。ざっくりと少しだけご紹介します。考えるな。まず3人殺そう。プレイヤーが2人しかいないなら1人を2回殺そう。いきなり最大火力を叩き込め。プレイヤーが自分に有利なルールを提案してきたら勇気を持ってノーと言え。その上でプレイヤーが生き残ったなら褒めてやれ。そして報酬はケチることなく数字で、金額で表せ、というようなことが書かれています。実際には十箇条としてもっと掘り下げて書かれているんですが、これが実に素晴らしい。本当に素晴らしい。なぜここまで厳しくする必要が？プレイヤーをいじめて楽しむだけの地雷ゲームマスターじゃないかと感じる方もいるとは思いますが、これにもちゃんと理由があります。こちらのサプリメント、ガラコと黄昏の大地に掲載されているので、ぜひ読んでみてください。世のゲームマスターはみんな一読する価値があると思います。これで売りとしかの項目を終わり、最後に総評へと移ります。それでは総評を始めましょう。この項目では手軽さ、世界観、独自性、明快さ、値段について独断で評価していくというとてもとても失礼なことをしていきます。ごめんなさい。各項目で評価基準についてもお話しします。ではまずは手軽さの項目です。この項目は手軽に遊べるのか、進化はやり込むことにあるかの項目です。高いか低いかではなく、属性値を表す唯一の項目です。キャンペーンでいろいろと積み上げていく面白さもあるシステムなんですが、単発でも十分に楽しめるため手軽さは4点としました。この動画シリーズで何度も言っていることなんですが、最近は長いキャンペーンシナリオをプレイする人があまりいませんからね。少し寂しい気もするんですが、まあ時代ごとの遊び方もあるということで、キャンペーンでも楽しめるし単発でも楽しめる場合は単発での評価を優先していきます。それからガラコと破壊の塔はアナログゲームで行える処理の限界だと個人的には感じました。武器も含めると1人のプレイヤーが管理するパーツがまあ10個程度、それがプレイヤーの人数分になるわけです。限定的な特殊ルールだったり探索や推理のパートというものがなく、戦闘に集中できるルールなので成立しますが、マス目でマップを管理するタイプの戦闘システムなどもあって、プレイヤー同士がどう動くかなどの相談も入りますし、やっぱり処理が重いんですね。まあ、逆にそのため単発セッションでもかなりの満足度があるため、それもこの評価につながりました。続いて世界観についてお話しします。この項目は世界観構築についての評価です。引き込まれる世界観があるかどうかが判断基準になります。といっても今回は特にこれっていうものはないんですよ。世界観の項目で話したものがほぼ全てです。
サプリメントではもっと掘り下げて説明されているんですが、それでも実はこの世界はみたいなどんでん返しはありません。街の外にいる怪物や街の中の施設について説明されているくらいです。ではなぜ4点もあるのか。システムにもよるんですが、ガラコはそれがかえって効果的だと俺は感じているからです。徹底的に作り込んだ世界観もいいものなんですが、年表作ったりね、想像の余地が残っていたり、その宅の独自設定を組み込みやすいっていうのも素晴らしいものです。それにこれは鉄と火薬の匂いを持つ戦闘とそれに付随する空気感を楽しむ作品です。集中するべきところに集中できる設計は味気ないのではなく明快と呼ぶんです。チャーハンが必ずしも白米に勝るわけではないように。次に独自性の話をしましょう。独自性の項目では他のシステムにはないオリジナリティはあるか、このシステムでしか味わえない楽しさがあるかどうかの項目です。まずガラコという名のロボットを組み上げて戦うという設計、開発途中で孤立した惑星という舞台、ありそうでなかった設定だと思います。ロボットというものにスポットライトを当てる作品自体少ないですからね。まあないことはないんですけど、それに合わせて世界観構築の仕方と華美な装飾のない質実剛健なプレイ体験、そういう要素で4点とさせてください。正直なところ3点か4点かで悩んだんですよ。何か一つルールや世界観に飛び抜けたオリジナリティがあるわけではないけど、こういう空気感は他ではなかなか味わえないという絶妙なところでした。ただこの空気感を味わいたいからガラコを遊ぼうと思うかと自問したら答えはイエスだったので4点としました。独自性の次は明快さですね。この項目はルールが理解しやすいかどうかだけではなく、ページの構成や図解のうまさなども加味します。つまりルールブックという一冊の本として読みやすいかどうかということですね。これ話したかったんですよ。世界観の項目で集中するべきところに集中できる設計と言ったんですが、これはルールブックの読みやすさにも寄与していて、すっごい読みやすいんです。このルールブック、あの情報はどこだったっけと全ページを確認することはありませんし、やるべきことが明確なルールなので複数の流れを覚える必要もありません。実際に遊ぶ時も戦闘時のルールのサマリーを置いておくだけでスムーズな進行が可能になるでしょう。 TRPG を遊ぶ時はいろんなルールがあって選択肢の幅が広かったり、 TRPG らしい自由な発想をフォローできるルールであるべきと考えがちなんですが、シンプルでとっつきやすいというルールも同じくらいの価値があります。もちろん面白いならという前提付きですけどね。そしてガラコは面白いならそれでいいじゃないかということで5点です。最後に値段。これはシンプルに値段はいくらなのか、コストパフォーマンスに優れているかという項目です。世界中のプレイヤーが面白いというシステムでも高くて手が出ないなら意味がありませんからね。要するにゲームの面白さと値段が釣り合っているかという、評価するのは傲慢な項目なんですが、この動画の趣旨はなけなしのお小遣いで TRPG を買いたいと思っている学生さんや、 TRPG に興味があるけどどれを買えばいいのかわからないという初心者さんにシステムを紹介するというものなので、申し訳ありませんが値段のお話もさせてください。まず結論から、ガラコと破壊の塔は750円で電子書籍版が販売されています。激安です。紙媒体のルールブックは今では手に入れづらく、普通の小説などと違ってTRPG のルールブックは電子書籍だと読みづらいからおすすめしないと以前他の動画で言ったことがあるんですが、明快さの項目で言ったようにそもそも読みやすいのでガラコは大丈夫です。
途中で紹介した、こちらのサプリメントと、あとこのシナリオブック、これも電子書籍版が販売されていて、全部電子書籍版で揃います。今からでもコンプリート可能です。これだけ褒めてるのになぜ5点じゃないのかっていうと、ソードワールドがいるせいですね。コストパフォーマンスであれを超えるものは存在しません。これからも出ることはないでしょう。なので、次回の動画からソードワールドは殿堂入りとして相対的な評価基準から外そうと思います。これで総評も終わります。メカとダンジョンと惑星探索の RPG ガラコと破壊の塔はいかがだったでしょうか。昔 TRPG サークルというほどちゃんとしたものではなかったんですが、いろいろと、新しいシステムをみんなで遊ぶような場所にいた時から興味があったシステムなんですよ。ただその頃は電子書籍版がなくて、けど紙媒体も品薄だったっていう事情があって、結局一度しかガラコを遊んだ経験がないんですよ。まあ出会うタイミングが悪かったんですね。でもその1回のたった1回のセッションが結構印象深い記憶に残るものになりました。みんなロールプレイ優先でノリのいいプレイヤーだったっていうのもあるんですけど、なので、個人的には強くおすすめします。まあ動画を作ってるくらいなので、このシリーズで紹介してるシステムはみんなおすすめなんですけどね。お値段も安いですし、オフラインで直接顔を合わせて遊べる友達がいる方、または分割で何日かにわたって付き合ってくれる知り合いがいる方はぜひ手に取ってみてください。あ、そうそう、こちらのシナリオブックですが、これね、シナリオだけではなくいろいろとデータも追加されるので、基本ルールブックと合わせておすすめしておきます。巻末に5分でできる納豆スパゲッティの作り方も載っているお得なシナリオブックです。ではでは、すっかり不定期投稿になってしまって申し訳ないんですが、また次回の動画でお会いしましょう。またね。